ヘクトールは王国が陥落することを知り、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解していた。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。この最初から悲劇だと決まっていた物語では、誰もそのことに迷ったり動揺したりしていなかった。彼らがそうあったように、僕たちもそうである。